さいてパクチーやばいってマジでお前うわうわうわ拒絶感がすごい。ああああ僕3日間振り返りクイズ終わったじゃないですか。僕すごいの考えてきました。まあそれで何やるかじゃあ発表しますね。3日間パクチー生活お願いします。お願いします。まあ今日やるやつはねてめえだお前だぜバカ野郎。雨強っ。やるよ。好きじゃないし、好きなやつだとダメで。1回しか食ったことないし、味あんま覚えてないけど嫌な思い出だけど。じゃあ、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 それではパクチー生活、レッツゴー。いや、量やば。何これ。一つ気になってるけど、なんか地芸のオルはいくつかちょっとおかしいなって。パクチー買いすぎて間違えました。同じ緑すぎて。そうそうそう。ぶっちゃけ生はないっすわ。あ、ちゃんとパクチーっていうのないのな。ないっすわ。で、ちょっと試しに食うわ。あマジでなんか雑草食ってるみたいだね。宣言するわ、全部食う3日で。うわマジ。ええ、だってさ、だあれでしょ、料理混ぜていいんでしょ。だからまずいよね。それがでかいんだよね。だからそういうのとか、あと茹でたりとか塩で味付けたりとかして、いやいやいや、パクチーが苦手な人でも食べやすいランキングベスト3を最後に発表する。ああ料理にぶち込んでってこと。そうそうそう。なるほどね。パクチーのお時間です。食うのに時間とかあったっけこれ。いやいやいや、助走あれ。いや、寒気。SC スタジオターボードパクチー保存方法テクニック、ブーはい、こちらが開封した、ほうれん草じゃありません、パクチーでございます。冷凍保存するのがいいらしいですよね。で、これね、根と葉をね、切り分けるんですよね。 ASMR 入ります。おい、大したことねえじゃねえかよ。こうすればさ、料理にも混ぜやすいでしょ。まあまあまあ、混ぜやすくなるよね。そう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 。これを冷凍保存。ちょ、待って待って、隙間空いてていいんですこれ。まあ一応別に雑かい。そこみんな鍋作ったで。イエーイ、イエーイ。今日鍋だよ。辛いね。じゃーん。まいまいまい、やめて。これを入れてパクチーキムチ鍋にしたいと思います。ほら、やばい。ねえ、ターボ。おい、マジで味濃いめのやつにパクチー入れて、これ徐々に慣れてこう。ぐっさ、やば。聞けよ話。はい、いただきます。はい、どうぞ。パクチー食え。お、うまそう。でもうまい。うわでも来るな。いや、え、まだ行くのお前、やばいな。まだこんだけやるんだね。あ、これは結構もう美味しいですね。あ、今プロだな。これだけ見たら、あ、美味しそうだなとはなる。確かに、ニラレバ、ニラレバですね。ニラレバ、ニラに見えるよね。やっぱ人間じゃないのかもしれない。人間だわ。またあわ、見てくれよ。ライスバーガーや。ライスバーガーじゃないですか。ああ、これとパクチー合うんじゃない。あ、そっち行く。シャキシャキ感、食感も楽しめる。ここに、うわぁ、うわぁ、うわぁ、拒絶感がすごい。うん、なんかすごい見栄えも悪いし。いただきます。くせくさ、余韻残ってる。これ一気に行くのかい。うわぁ、まずい。あ、これまずい。これはターボさんでもやばい。これはまずい。これはまずかった。やっぱくそお前、めっちゃまずい。こっちむくらで、めっちゃまずい。くそお前、まずい。完食しました。はい、ありがとうございます。大吉小芝のパクチー料理、イエーイ。ということでね、今ターボさんどうしたんですか。朝起きるじゃないですか。口がパクチーくせえ。確かにパクチーで料理を作ったようと。今回なんとチャーハンです。うわっ、やばいでしょ。
あ、いい匂いする、いい匂いする。あー、うまそう。じゃじゃーん、本当に嬉しいんだけど食べたくないよ。なんで？昨日は初日だったからアドレナリンでやってくぜみたいな感じだったんだけど、起きてからのなんかもう拒絶がすごい。うわー、そうなんだよね、消えないな。味の充電すごいけど、でもうまいわ。パクチー一応匂い消してるでしょ。もうでも時々パクチーがこう、そうそうなんだ、こうちょいちょい顔出すの、こうやってこいつ強いよ。はい、それ椎茸いって、おい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 、おお、ありがとう、たぶん嬉しい。2日目の夜ご飯はペペロンチーノとパクチーのコラボレーションでございます。ニンニクとか唐辛子とか臭いんで、臭いのと臭いののコラボレーションというか、これはね、めちゃめちゃ相性合うと思うんだよね、俺。一見ほうれん草に見えるよね。そう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 。一番うまい。ペペロンチーノってさ、やっぱニンニクと唐辛子じゃん。だからやっぱどうしてもこうね、青みが欲しいなってなるのよ。やっぱちゃんとこの役割をしてくれる、なんかね、バジルに近いかな。なんともう2日目の夜にしてなくなっちゃいそうなんで、全部入れちゃいまーす。やばお前、2日目に食い終わるみたいな。あんなにあったのにもう食い終わるみたいな。だからちょっと明日の朝ちょっと買ってこようと思う。まさかの追いパクチーです。え、でもなんか初めてじゃない、この生活でさ、追いするの。ごちそうさまでーす。あと1日あるんで、ちょっと追いパクして最後に試したい食い方があるんで、それまでアディオス。パクチー生活3日目、もう飽きたわ。飽きるね、臭いし飽きる。自己紹介ちげえわ。違う、ちげえわ、自己紹介じゃねえわ。自分に飽きたのかと思った。あ、でも持ってきたんですよ、だからこうやって。オフホワイトに入れな、お前。何してんのお前。お前やめろよ、お前そこに入れんの。え、ガチ匂いかんでみる。せい、ガチ、お前車に匂いつくからマジで。やばいやばい。大きい声出したらゲロ吐く。いろんな食べ方してんの？え、してるしてるしてる。そう、最初は何スペシャルなの？ただ単にふやかしてる。ふやかしてる。アホやな。ううやまし、本当にやめて、本当に見たくない。あ、いけるいけるいける。なんか意外と匂いよりやましい。ちょ、マジ臭い臭い臭い。あの、近く過敏にきついかも。冷凍保存してるから。臭い。ああ、まあね。なんか時間経つにつれてちょっと匂いが落ちてる。3日目になってきて結構落ちてきた。なるほどね。そう、すごい、まあ、本当のベジタリアンみたいになってるよ。はい、というわけで足りなくなっちゃったんで買ってきました。一番シンプルな料理、塩で茹でる。もう最後これで締めたいと思います。うーわ、もう臭いてパクチーよーってマジで。お前、まあ、出てけよこの家から。お前ないの、この臭いって感じ、うん、ないね。食いたくてしょうがない。臭い臭い、マジできついパクチー。うまいな。パクチー本来の甘みみたいなのが感じれる。マジで慣れちゃった、本元に。本元に、本元に。やばい、こいつマジで食ってる。やばいわこいつマジで。こいつやばい。パクチーって好きな人と嫌いな人分かれるじゃん、うん、そういうことなんだと思うよ。とことん食っちゃったらもう裏返っちゃったんだよ多分。初め結構お前臭かったよね。いや、嫌だったよマジで。だよね、本当に嫌だったよ。今全然苦しくないもんね。はーい、3日間パクチー終わりました。結果的に慣れましたね、完全に。そうだね、完全慣れてたね。なんか拍子抜けたよ俺は。ちょっと苦しむ顔が見たかった。いや、だから史上初ですよ、ある意味この結果。表紙抜きされようがね、これはこれで貴重なデータですよ。事実ですからね。俺らの方がきつかったもんね。任されてる時もなってくる。一番食いやすいランキング、ベスト3。あ、そうだね。じゃあ発表して発表して。2位、はい、キムチ鍋。おー、まあキムチね。やっぱね、キムチがいい感じに消してくれるんすよね、やっぱ。第1位。おー、1位なんだ。1位はペペロンチーノです。はいはいはい。あれ、合うの？いや、合う合う、マジで合う。ペペチビリーはライスバーガー。
そう、これね、ネオギル生で食った方がまだマシだった。マジで。ライスバーガーマジマジだ。まあでも言うて慣れました、この3日で。タモは自分の苦手なものじゃないですか、きついと思う。苦手だったよ。だってこいつがゲテモンだもん。ティーのゲテモンが何言ってんの。というわけでね、この3日間企画、はい、面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしく。次の企画は僕が決めるということで、もう今決めちゃおうよ。今は決めないよ。言わない。あーなるほど、あーなるほど。言って1週間さよなら。